おやすみ、プリンセス。誰？モンスター。キャー。パパー。助けて。どうしたの？クローゼットの中にモンスターが。パパも怖いな。心配しないで、退治してやる。このバットで。おっと、クローゼットの奥に秘密の部屋。ねえ、ちょっとこっちにおいで。パパのショータイム。どうしてここにいるの？ダメだよ、ポップコーン取らないの。冗談と。なんだこりゃ。ちょうどきれいにしたのよ。僕じゃない。ダディのポップコーンさ。秘密の部屋が欲しい。どうだ、あそこがあった。どんな道具がいるかな。おっと、これじゃない。これはなんだ。これがいるんだ。ああ、俺も使おう。これと必需品だけでいいや。それにしてもこんなに。ああ、最初の難関。リアに知られないようにこっそり通るには。Help. ねえ、シー、手待っててね。食べたくない。では、あの焼ける子ね。助かったよ。ここに飛行機が飛んでるね。はい、ハニー。さあ、少し食べて。このオートミール欲しくない。ふう、娘はとても賢い。ハニー、すぐ戻ってくるから。あれ、どこ行っちゃったの？ふう、最後だ。一体何なの？じゃあ、ペイントからだ。お気に入りの曲、始めるぞ。ねえ、これは？はい、パパ。ウィディ？Tシャツ？とっても楽しいね。よし、壁全体を手形ペイント。ハイタッチ。さあやるぞ。わあ、あっちこっちに。パンパン、ドリームチームだ。たくさんの手形を作ろうね。どんな風に仕上がったかな。明るい壁になったね。自分たちでやったんだよ。いい感じ。こっちの壁はどうする？じゃ、こんな風にテープを貼ろう。あー、なんで？ヘルプ！パパはミイラに変身！ピラミッドの呪いだ。ふぅ、それでおしまい。まいったな。今度こそ。マスキングテープを壁全体にランダムに貼って。各セクションを別々にペイント。はみ出さないように。もう乾いたかな。テープを外してね。これはクリエイティブライフハックでしょ。ウィディ、手伝うよ。ありがとう、優しいのね。ちょうどスポンジが欲しかったんだ。3番目の壁はこのスポンジでペイントだ。塗料に浸して壁に壁画のようにポン。
スタイリッシュで柔らかなレンガ模様に。レンガを塗るの難しい。別の壁が完成。ダディ、何してんの？おっと、クルーゼットの中に秘密の扉？ダディ、ナルニア国物語か何かみたい。秘密の部屋だ。おい、どうしてここに？内緒だぞ。かっこいいよ。プレイステーションの部屋にしたいな。ここでゲームをしたいなら、パレットで椅子を作るの手伝って。いいね。やってみるよ。さあ、遊ばないで。ここをカット。子供はまだだ。大人はこれを使う。ダディ、それはないよ。まあ、いっか。ほら、こうやって持てるか。ダディ、できた。よくやった。次は電動ドライバーか。ドライバーか。左、おめでとう、ドライバーだ。やるっきゃない。さあ、ネジで角を補強するんだ。同じようにやってごらん。言うほど簡単じゃないよ、このドライバーじゃね。できた。こっちもだ。ハンドメイド。気持ちがいいぞ。あとテレビだけだ。ふう、終わった。リモコン壊れてる？ねえ、テレビはどこに？え？1秒前にここにあったのに。またエイリアンに持ってかれた？テレビを持ってこれたな。マットを敷いて、椅子にカバーをかけ、柔らかいクッションを置けば完璧だ。プレイの準備はいいか？ママ、行ってきます。おっと。まったく。勉強頑張ってな。あれ？これテオのバックパックでしょ？届けてあげて。何持ってんだ？ああ、かわいい箱。どうした？俺が相手だ。とにかく家に帰ろう。お前を強い戦士にするぞ。ここをジムに変えよう。ボクシンググローブ、フラフープ、縄跳び。準備はいいか？ファイトだ。ロッキーみたいになるんだ。さあ、100まで。よくやった。早く、高く、強く。ああ、それは向いてないな。もう腰振りは十分だ。代わりにダンベルを使ってみろ。ダウンじゃない、アップだ。上腕二頭筋が鍛えられてるぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。よくやったな。ロープはどうやって？俺の言う通りにしろ。準備万端だ。さ、行ってこい。はあ、お前か。何しに来たんだ？こういうことだ。ああ、くだらない。そんなバカな。お。平和で静か。パパ、遊ぼう。ねえ、何も見えないよ。ずっとも落ち着かないや。ハニー、そうだ、いいアイディアだ。
モップが欲しい。え、モップはどこ？おかしいわね。これもいただきだ。え、一体どうなってんの？ここから聞こえるノイズは何？4本のモップ？ナイス、これでいい。テントのフレームにして、トップをテープで留める。パパ、お家はピンクがいい。パパ、一体何をしているの？ここに秘密の部屋？テントは気に入った、スイディ？おっと、いや、まあサプライズね。どうして誰も教えてくれなかったの？ダディ、これを買ったんだ。ママ以外はみんな知ってたでしょ？ごめんなさい、ママ。そういうことだったのね。もういいわ。これからどうしよう。作業を終わらせるんでしょ？ママ、リラックスできるように。バスケのフープをブランコに。壁に家族の写真を。おもちゃの秘密のお家。みんなのための秘密の部屋。兄、帰ってきたよ。ねえ、私のアパートで何をしてるんだ？モンスターだ。